お前が治療してくれたのか。親切心じゃねえよ。目の前で死なれちゃ気分悪いからな。それだけだ。そうか。兄貴、ローが気がつきました。大丈夫か、ロウ。世話をかけたようだな。悪いがあまり時間がない。アジア街での話の続きが聞きたいんだ。話せるか。ああ、また。その前に一つだけ。俺はデカだ。あんたの話に犯罪に関わることがあれば見逃せない。それについてはお前もだ、キリュウ。分かってるな。伊達さんは伊達さんの判断で動いてくれて構わない。俺もローも無条件に従う。ロー、あんたもそれでいいな。今さら何かを隠し立てして逃げ延びようとは思っていない。分かった。それじゃあロー、あんたたち西洋会が日本に来た経緯、そして東条会との抗争の理由、そしてその根底にある尾道の秘密とは一体何なのか教えてくれ。まず尾道の秘密についてだが、私はその真相を知らない。なんだって？それじゃ話がめちゃくちゃじゃねえか。兄貴、やっぱこんな男信用しちゃいけませんよ。広瀬のおやっさんはめようとして話でっち上げようとしてんだ。落ち着け、ユータ。話を続けてくれ。尾道の秘密とは、西洋会の先代である私の父親とクルス・タケルとの間でやり取りされたある計画のことを指す。ある計画？日本が世界を相手に戦争してた頃のものだ。おそらく軍事機密に関わる何かしらの計画なのだと思う。その頃まだ陽明連合会は存在していない。つまり岩見造船と先代の西洋会とで何かの取引があったっていうことか。そういうことになる。そして私が初めて尾道の秘密の存在を知ったのは1985年。父は死ぬ直前、それがクルスのアキレス腱となる代物だと話していたが、具体的な内容までは明かさなかった。ただ父の死後、私の手元にはその秘密を解く鍵となるものだけが残された。鍵となるもの？何なんだそれ。尾道のある場所を示す暗号らしい。あいにくあれから30年経った今も私にはそれを解読できていない。30年前か。俺が東条会に入った頃の話だな。この日本という国が空前絶後の好景気に沸き、表社会も裏社会もこの世の春を謳歌していた時代だ。その頃には石見平蔵もクルス・タケルというもう一つの顔を持ち、石見造船会長という表の顔、陽明連合会会長という裏の顔、二つの顔を使い分けることでフィクサーとしての地位を確立していた。確か陽明連合会が急速に力を持ったのは戦後すぐのことだ。もしかするとその尾道の秘密ってやつが原因でクルスは裏社会に足を踏み入れたってことか。クルスがなぜ裏社会に足を踏み入れたのかは私にはわからない。だが岩見造船という大企業の会長が極道組織の会長であるという事実を知る人間はほとんどいない。私はその事実と父から聞いた尾道の秘密の存在をちらつかせ、とある裏取引をクルスに持ちかけたのだ。それが兵配図の密航、そして架空の戸籍を与える
ヒューマンロンダリングだな。まあそうだ。中国という国家に存在を認められない兵配図の子供たち。戸籍がなく、教育もなく、ただ裏社会での将来だけが約束された存在。だから彼らは日本人に生まれ変わるために我々から莫大な借金を背負わされることも厭わなかった。密入国のお題は子供たちの出世払いってことかよ。我々は慈善家ではないが、本気で同胞の子供たちを救ってやりたいという気持ちも持っていた。兵配図たちの身になってみれば、私たちだけが唯一の救い主だったはずだ。分かったよ。で、そこにクルスがどう絡んでくる？造船業という密入国に最適な密航ルートを持ち、その上日本の国家権力を裏から意のままに操れる人間クルス・タケルは、私のヒューマンロンダリング計画にとって必要不可欠な人間だった。クルスは密入国に手を貸し、兵配図に架空の日本人の戸籍を与えた。かなりのリスクがあったはずだ。それだけ尾道の秘密を守ることがクルスにとっては重要だったということだろう。だがとにかく私の思惑通りに取引は成立した。以来私は中国本土で西洋会に日本不可侵の命令を出し、クルスとの無駄な接触を避けるようにした。私が尾道の秘密の核心を知らないと気づかせるわけにはいかないのでな。じゃあどうして今になってあんたらは日本にやってきた？1年前のアジア街の大火事、あれは東条会があんたらを引き込むために起こしたんだろう。知らないとは言わせねえぞ。全てはクルス・タケルの息子岩見恒夫が仕組んだことだ。あの男は密かに私の息子ジミー・ローと手を結び、東条会の菅井をも巻き込んで西洋会に日本進出を求めてきた。